1分です。はい、ツイキャスさんも配信されてるんですね。たった20秒です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、音大丈夫でした？はい、音取れました？あ、大丈夫です。あ、OK、お願いします。あ、FEC チューンド、 FEC 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 チューンド。どうもきんぴらごぼうです。よろしくお願いいたします。いやもうね、最近暑いからさ、毎日さ、うん、暑いからさ、うん、あの海とか行きたいなと思ってるわけよ。あ、なるほどね、うん、俺さ、最近トロピカルビーチ行ったんだけど。あ、そうなの、うん、海岸で、うん、亀が子供にいじめられてたわけよ。いや、マジで、うん、あ、もうこれは昔話の浦島太郎のお話みたいだな。そうそう、で、俺その亀助けたわけよ。へ、そしたら、俺にラウンドワン連れて行ってくれた。え、ラウンドワン、うんうん、え、ラウンドワンってこっちの、ボーリングとかのラウンドワン。そうそう、え、そこ竜宮城とかに連れて行かないんだね。うん、だってウミガメじゃなくて陸ガメだったわけさ。いや、陸ガメ、いや別に海に陸ガメいたんだ。ややこしいね、なんかね。うん、で、こう背中に乗ってくださいって言われて乗ったんだけど、亀の足が遅くてからラウンドワンまで53日かかった。いや、めっちゃかかってるやし。いや、これ自分の足で歩いていった方がはるかに早いだろ。で、いざラウンドワンに入ろうとしたらさ、亀は中に入ったらダメって言われてから入れんかったわけ。悲しいね、うん、悲しい。せっかく53日も歩いたのに大変だな。そうそう、まあでもリクガメが店内に入ったらなんかね、いろいろ大騒ぎになるもんね。うん、でもさ、あのカメと過ごした53日間が俺にとってのラウンドワンみたいなものだったのかなって今では思ってるよ。いいこと言ってるジラーだけど全然意味わからんからさ。ていうか全体的に話がよくわからないよ。じゃあもう一回最初から話す？いや、もう一回はもういいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません。はい、ということで始まりました。はい、 FM ギノワン FEC チューンド木曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、はい、この時間帯 FM ギノワンですね、うん、夜の11時、23時からはですね、うん、はい、沖縄にありますお笑い団体 AK 集団 FEC のですね、はい、若手芸人がこの時間帯をねやっていこうということで、月曜日から金曜日までね、はい、この FEC の芸人若手でお送りしてるんですけども、はい、木曜日は僕らきんぴらごぼうが、はいはい、ラジオ生放送で放送させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということですけれども、うん、はい、大丈夫ですかね。自己紹介しましたよね。あ、もう一回しますか。自己紹介、僕なんかの名前をね、名前を言いましょうか。はい、はい、僕たちはですね、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC っていう、お笑い団体の事務所の芸人でございます。はい、きんぴらごぼうの金城大河と、爪は3ヶ月に1回くらい切ります、きんぴらごぼうの富川森光です。よろしくお願いいたします。お願いします。これこれなんか前も言ってなかった？そうなんか どっかでも聞いた覚えがある。多分よく言ってると思う。本当に3ヶ月に1回くらいね。あ、これ、うん、普通のこと言ってるだけじゃん。嘘、うん、結構切らない、みんな。え、3ヶ月に1回って、まあまあまあ、そんなもんか。人によるんじゃないかな。人によりけりか。長い爪がいい人はそんぐらいかもしれないし、はいはい、爪短い人は2
2週間に1回ぐらいでも切るんじゃない、人によりけりだと思いますけど、僕は3ヶ月に1回ですということ、はい、何の情報だろそれ、皆様にお伝えしたいです、はい、ということで、はい、ここから1時間きんぴらごぼうの、ラジオお付き合いください、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、ちなみにお星様ラジオの G はチーニテンテンですね、そうなんですねチーニテンテンでお星様、もう僕はどっちでもいいと思ってるんですけど ね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、もう最初でメールアドレスとか紹介しておきましょうか。お願いします。はい、こちら、キンキンピラピラお星様ラジオメールの方も募集しておりますよ。はい。はい、メールアドレスがですね、797@fmgino1.com、797@fmginowan.com ですね。com。はい、こちらの方までメッセージ。はい、メールのテーマはなんてもうフリーでいいのでね、はい、あのもう好きなやつ送ってください、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、ということで、あとこちら、うん、FM ギノワンの方ではですね、はい、ツイキャス、あとユーストリーム、ユーストリーム、はい、サイマルラジオの方もですね、はいはい、放送しておりますので、はいはい、ツイキャスの方から FM ギノワンで検索していただきましたら、こちら映像の方も見れますのでよろしくお願いいたします、お願いします、ユーストリームの方もですね、うん、FM ギノワンの方でチェックよろしくお願いいたします、はい、はい、ということで、あとツイキャスと、あとユーストリーマーのちょっと音楽とか CM が流れませんので、うん、すいません、足からすということでよろしくお願いいたします、これはみんな分かってるよね、分かってるかな分かってない人もいると思うよ、意外といる、あ、それは分かってないか、うん、これはもう随時言いましょうね、よろしくお願いいたします、はい、はい、ということですけども、森光先生何かありましたか、先生、はい、先生先生、森光先生、俺先生じゃない、はい、先生、もう確かに、うん、あ、そうなんですよ、僕、うん、あの最近先生になったというか、でしょ、な、先生、何の先生の、学童の先生に、うん、あ、そうなの、ちょっとなりまして、ああ、極道ではなくて、極道ではないです極道の、はい、あ、極道の先生、極道の人にちょっと怖いわ極道って言わんで、そんな極道とか、いやいや、冗談ですので、うん、冗談ですので、極道の先生になってさ、うんうん、まあちょっとやっぱ子供たちとね、うん、こうおしゃべりするっていうか、まあ機会が増えたというか、はいはいはい、前よりも、うん、かわいいね、やっぱね、子供はね、かわいいですよ、若いからね、そうそう、エネルギーもらえますよね、そうそうそう、うん、いいと思うんですよ、一緒に遊んでたらさ、うん、こう駒回しを一緒に遊んでたんですけど駒を回してね、あ、駒回しって俺お正月ぐらいしか駒でいいやし、別に、あ、もう駒で遊んで、駒で遊んでたんですけれど、うんうんうん、そしたらもうずっとこうなんか3、2、1、ゴーシュートってやって遊んでたんですよ、うんうん、みんなと、うん、ベイブレードかな、ベイブレードじゃなくて、このちゃんとしたあの糸で巻く普通の駒なんだ、普通の駒で、あ、このなんか掛け声からして、うん、僕あのベイブレードのね、まあまあそのベイブレード風にね、あ、なるほどね、やってたんですよ、シュートって回してるやつは普通の駒なんですよ、そう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 、なんか差がすごいね、うん、あ、まあまあ遊んでて、遊んでて、はい、この子供が、うん、あー学童楽しいねって言いよったから、うん、すごいなんか嬉しいよね、そういうその瞬間、いや、これや普通のや自分の仕事についてすごい喜びを言ってるだけやし、うん、今日あと最近このライターを、うん、あのカチカチやろうと思って全然火がつかなくてから、うん、ずっともう10分は言い過ぎたな、うん、2、3分くらいカチカチずっとやってたわけよ、うん、絶対火つけようやつだと思って、うんうん、そしたらあの指に血まめができて、うん、これはどうするべきかな話のこ の、 あの、うん、振り幅がすごいからさ、うん、どうもすんな、これもあのなんか慣れろ、これは慣れるしかない慣れるしかないでしょ、うん、まあこの2つですかね、最近の出来事、あ、そうなの、はい、あのさ、こうあのオープニングね、うん、漫才ありましたけれども、はい、これ今週、あのこの週でね、 FEC の若手、この FEC チューンドをやってて、うん、こう月曜日から金曜日まで同じテーマで、うん、あの同じお題で、うん、あの1分ぐらいこうオープニングで漫才するんですけども、はいはい、今回はあのテーマが海ということでね、あのちょっと海からは少しかけ離れてたかな別にいいか、ウミガメとか出てきたからね、うん、っていう感じなんですけども、はい、あのまあまあ海とは少し違うんですけど、やっぱちょっと暑いじゃないですか、最近ね、最近暑いっすよ沖縄ね、あの家も、はい、日差しも良くて、うん、まあいいことなんですけども、俺この暑いとは別で、うん、別の暑いをまさか言うとは思わなかったんですけど、はいはい、今さっきこう FM ギノワンさんのちょっとお手洗いを貸していただいたんですけど、うん、お手洗い入って、うん、でちょっとあの僕あれですけど、すみません、大きい方やってたんですね、なるほど、大きい方やってたら、はい、大きい方やってて、で、うん、こうカラカラカラトイレットペーパーこう取って拭こうとしたら、うん、はいはい、あの僕なんかトイレットペーパーシングルなんですよ、はい、ああのギノワンさんダブルだったもんだから、なるほど、シングルの勢いでダブルカラ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 ってこうお尻拭いてから、いや熱っってなって、俺初めてトイレで熱っって言ったかもしれない、厚みがあった、別の厚みがある方ので、いや熱っって言ってこう手、いや別にそこ突っ込まんでいいだろ、手とケツの感覚これ分かりづらいわいや僕が多く取りすぎたからですけどね、はい、だから最初で気づけよって話だったんですけど、うん、ちょっとだからまあまあそこで熱いなって なるほどってなった、いろんな熱さが沖縄にはありますね、あるということで、
沖縄以外にもあると思うけどね、別に人によりけりですけど、うん、はい、ということですので、はい、はい、ここから1時間皆様お付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。ツイキャスの方も少し反応あるので、はいはい、紹介しましょうか。はい、はい、皆様来てますね、佐藤さんありがとうございます。こんばんは、来ていますね。 これ誰だろう、これなんだろう、これコウポピ、こんな読み方わかんないわこれありがたいけど、うん、ありがたいけど読み方わかんないわ、はい、スタンプとか拍手とかね。こんばんは、はい、何々のおどんさんもいただいてますね。こんばんは、ありがとうございます。はい、ライアンテイラーさんですね、はい、あの極度笑ってくださいこれあんまり載せないでくださいはい、ということですね、はい、こうツイキャスの方もね随時コメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしま す。それでは FEC、 あ、間違えました、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ始めていきましょう、はい、よろしくお願いいたします。ということで先にじゃあ CM 行きましょうか。 CM 大丈夫ですか、はい、はい、じゃあここら辺で CM 行きたいと思います。 CM です、どうぞ。はい、はい、ツイキャス、ユーストリーム、タイマーラジオ、うん、お聞きの皆さん、はい、今ただいま CM 流れていますので、今しばらくお待ちください。よろしくお願いいたしますね。はい。これは、うん、いい感じですね。はい。これは、なんですかな、レノンさんでいいですかね。レノンさんかな。レノンさんも、こんばんは。ありがとうございます。はい。もうね、あの、ちょっと僕なんか閲覧数少ないんですけど、はいはい、こんくらいがいいですね。そうですね。こんくらいがいい、欲はないですけどね。もういっぱい見てほしいですけど ね。ありがとうございます。はい、はい、あと20秒です。はい、じゃあそろそろ始まりますので、今しばらくお待ちください。はい、はい、はい、ということで、はい、FEC チューンド木曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら星様ラジオ生放送で FM ギノワの方からお送りしております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでね、あのジングル初めて聞いた方はちょっと説明しますけど、はいはい、これあの僕なんかの後輩芸人で秀信っていうのがいるんですけど、うん、はい、あのその子にちょっと声を取ってもらいましたっていうだけのお話、はい、あれがいずれチャンスがあったらやっぱちょっと呼びたいんですよ。そうですね、やっぱりこう聞いて何回も聞いてくれてるリスナーさんが、うん、いや誰だばってなる、まあ、俺なんかもね誰だばってなってるかもしれないですけど、うん、はいはい、誰だばってなってるからいずれちょっとゲストで呼んで、うん、そうですね、少しお話ししたいなと思ってますので、はい、まあ、まあこちらもお楽しみにということで、まあ早速じゃあコーナー行きましょうか。行きましょう。こちらのコーナー行きたいと思います。沖縄自由研究。はい、ということで始まりました沖縄自由研究。はい、はい、ここではですね、僕なんかせっかく沖縄でラジオをさせていただいて、なおかつ沖縄の芸人ということですので、うん、沖縄のことについていろいろ調査研究をしていこうというコーナーですね。はい、はいはい、僕たちのですね沖縄力を試すと同時にリスナーさんにも沖縄についていろいろ詳しくなっていってもらおうというコンターになっておりますよ。はい、はい、ということで沖縄について幅広く、そして極力深く、はい、ディープなとこまで調査していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。うん、たまには浅瀬で見てね浅瀬で貝殻拾ったりとか、たまにはね、うん、まあそんくらいがいいと思いますが、はい、はい、まあ、今回のテーマ、まあ、研究テーマなんですけども、緊急テーマ緊急でみたいなね急にやりだしたみたいな、まあ、まあそうじゃないんですけど、はい、うん、今回の研究テーマがですね、はいはい、まあ、今回も街頭インタビューをね、そうそう、街頭調査の方を行ってきまして、はい、まあ、今回はあの沖縄のなんかあるあるというか、うん、なんか沖縄はこう昔から言われてるよねみたいなことを少し調査してきたんですけども、してきました、はい、なんかテーマがですね、うん、沖縄の海でビキニで泳いでる人は 100% 県外の人、はい、ああそうですね、はい、沖縄の人は、はい、T シャツのままこう海で泳いだりとかするって言われてるので、うん、沖縄の海でもうビキニで泳いでる人はもうほぼ 100% 県外の観光客の人とかもう県外の人だろうということで、はいはい、これが本当なのか、はい、ね、ビキニで泳いでる人がいないであろうと僕らは仮説を立てました。そうです、はい、立てましたということで調べてもう結果も出てるんですけど、はい、音源もあるんですけど、はい、
あの すごい結果になってますので。そうですね、はい、こちらもじゃあお楽しみにということで、はい、ということで今からちょっと調査音源の方を流していくんですけど、はい、あの少し調査音源の方ね少し、はい、あの風が海の海風が海で撮ってるので少し風がふわらって入ってますので少しあの お聞き苦しいところがあると思いますが、はい、そこはご了承お願いします。すいません、お願いします。僕の手ではどうしても消せませんでした。なるほど僕のこう制作段階では少し消せませんでしたので、はい、技を覚えてこようと思います今度は。はい、はい、ということですので、じゃあ行きましょうか。大丈夫ですか。はい、じゃあそれでは調査音源よろしく。自由研究はですね、この沖縄のあるあるをちょっと調査しようということで、うん、そうです、沖縄の海で、はい、ビキニで泳いでいる人は、はい、100% 県外の人、はい、県外の人っていうものをですね実証すべく、はい、こちらあ西原にあります、はい、キラキラビーチの方に、はい、来ていますよ。でこっちの今人たくさんいますので今から調査していきたいと思います。はい、行きましょう。レッツラゴー。今ちょっと沖縄の噂というか検証をしてるんですけども、はい、ちょっと見てもらっていいですか。こちらの沖縄の海でビキニの人は 100% 県外の人っていうのを今調べてるんですけど、はい、これちなみにあなたの出身県はどこですか。沖縄。沖縄、 沖縄あれでも森さんビキニ着ていらっしゃいますけど、沖縄の人ってなんか T シャツでよく海に入るとかって言われてるじゃないですか。はい、まあ、高校生ですか大学生ですか。なるほど、なるほど。じゃあちょっと高校も卒業してビキニ来ちゃおうかなみたいな今記念すべき1人目なんですけど、1人目の、はい、沖縄の方がビキニだったということで、はい、早速ビキニでしたね。早速ビキニでしたということで、もうこの検証しないのでいいんじゃないかないや、いいと思います。はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あの、お連れの女性いるじゃないですか、はい、彼女さんですか。そうですね、彼女に当たります。当たります。します。あ、いいと思います、はい、じゃあその彼女さん聞きたいんですけどあなたの出身地はどこですか。ですか。西原町です。西原町、原町、まあ地元じゃないですか。地元中です ねまさかのね。うわ、その前に質問出される前に自分がちょっとその聞きたいことを言ってしまったのでちょっと困りました。いや、いいと思います。いいと思います、はい、なるほど。西原、今日はまずなんでビキニを。応援できると思います。協力ありがとうございました。あなたの出身はどこですか。那覇です。那覇マジか。すげえな。沖縄なんか海入るときちょっと T シャツで泳ぐみたいなのよく言われるじゃないですか。なんかテレビとかでね。それに関してはどう思います。いいと思います。あ、それもありとして日焼けは怖い。いいですね、いい意見ですね。日焼けが怖い。日焼けは怖い。怖いっていうのもあるけど、ビキニも期待。ビキニも期待。あ、でもそれは、それそうですよね。ということで、県内の人でございました。はい、すいません、ご協力ありがとうございました。はい、ということで、はい、場所を移してこちら糸満のですね豊崎、はい、チュラサンビーチの方にやってまいりました。こっちはね、うん、やっぱあの県外の人たくさんビキニの人来てると思う。女性の人が言ってましたからね、はい、ということでじゃあ早速、はい、もうなんか趣旨にちょっと変わってきてますけどね。そうですよね。なんならもう探すみたいな、ビキニを着てる県外の人を探そうみたいなコーナーになってますけどねこんなはずじゃなかったんですけど、はい、行きましょう。行きましょう。沖縄の海でビキニを着てる人は 100% 県外の人っていうのを調査してるんですよ。はい、でちょっと聞きたいんですけれど、沖縄。うわ、マジか。みんな沖縄か。沖縄の人ってほら、あの T シャツとか洋服着たままなんかそのまま海で泳ぐみたいに。ね、それは昔ですかね。昔前ですね。みんなビキニですよ。本当だ。なるほど。じゃあもう終わりますか。検証、はい、なるほどね。ということで、すいません、ご協力ありがとうございました。沖縄の海でビキニを着ている人は 100% 県外の人っていうのを調査してるんですけど、ちょっとお姉さんたちの出身はちなみにどこですかね。大阪来ました。出ました。やっと来たわ。県外の人、いや沖縄の人はですね、あ、海入るときによく T シャツのままとかよく洋服着たまま海入るっていうよく言われてたんですよ。で今結構もう十何メーカーに聞いたんですけど、はい、ビキニの人もだいたい県内の人今初めて県外の人に当たって、はい、どう思います。洋服のまま入るとそう重いし。なるほどね。あ、なるほど。結局だ
なるほど、うん、もう自分たちで海に行くってなったらもう普通にその水着だったりビキニを着て行くっていう感じですかね、はい、みたいですね、はい、ありましたね、はい、初めて新しい県があります、はい、すいませんご協力ありがとうございます、浮き浮き悪い絶対県外の人だなと、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、すいませんご協力ありがとうございます、はい、はい、ということで調査音源の方聞いていただきましたが、うん、見ました、聞きましたか、聞きましたかね、もう初っ端県内の人そうなんですよ、だからまあこの調査、沖縄県で、まあ、地元でそうそうそう、もう、そう、うん、ビキニを履いて海に来てる人は、うんうん、ほぼほぼ県内の人だったっていう、そうなんですよね、まあ、少し今ちょっとツイキャスの方にも上がってますね、うん、はい、あのライアン・テイラーさんから来ています、はい、はい、けど西原キラキラビーチの方は地元率高いよっていうのも、うん、そうそう、こっちはこっちの人にも言われてね、うん、西原のこのビーチは地元の人はやっぱり結構使うから、使うからってことで、こう豊崎の、はい、あの千葉さんビーチの方とか行ってみたら、はい、みたいなアドバイスがあって、そうそう、こう2回目あの次はこの行ったんですけど、全然そっちにもいました全然県内にいましたね、だからさ、うん、ちょっともう、うん、そのお話にも出てましたけど、うんうん、もう T シャツを着て海に入るっていうのはもう、うん、はい、もう昔の話だ、神話だと神話までは言ってないと思うけど、いや、いもしましたよ、うん、今しました、まあ、もちろん、はい、中高生とかね、うん、なんかちょっと学生さんとかはなんか今回か部活帰りとかに行って、うん、なんかそこでちょっと海で泳いでみたいなのですごいちらほら見えましたけど、うん、もうなんかビキニ着てる人はもう全然もう県内県外関係なく普通にいますと、そうそう、もうまあ可愛いからね水着今可愛い水着いっぱい出てるからさ、ね、なんか水着出てますね、うん、なんかこれ水着かっていう水着もありましたからねそんな水着あるかいやなんかおしゃれすぎて、あ、なるほどね、なんかもうそれで全然お出かけできるんじゃないかみたいなのもね あったりなんかしたんですけども、はい、うん、だからこの意見もあってね、この T シャツで泳いで、うん、こう日焼け防止とかになるのもとてもいいねとかっていうのもなるほどあったし、もうなんかその、うん、ね、大阪の人、はい、あの県内の人にもあの、うん、インタビュー、県外ね、あ、県外、すみません、県外の人にもね、うん、聞きましたけど、はい、こう洋服着て泳いだらちょっとあの重くなりそうとか、あ、動き取りづらそうみたいなのもね、そういう意見もありましたね、意見もあったのでね、はい、なんかいろいろありますけれども、ということでもう海の楽しみ方人それぞれということで結局、はい、もう結果として沖縄の海でビキニで泳いでる人は県内の人も県外の人もいる、いる僕なんかが調査した結果では、結果ではほぼほぼ 100% 県内、はい、ということですね県内ということですので、真逆の結果になってしまいましたけど、はい、もう皆様、うん、もうそういうのはもうないですからね、そうそう、 T シャツで泳いでるのは全部沖縄の人っていうのもないですから、はい、趣旨変わっても県外の人を探せみたいなね必死になって最後、ね、もう、うん、もういろんな人に聞いて聞いてね、もうあの人は大きい浮き輪持ってるから絶対県外の人だぜっていう、ユニコーンみたいな浮き輪持ってたからさ、ね、絶対県外だろうと、いや分からないだろそれは、物によるだろ、うん、ということで、はい、はい、ツイキャス少し反応もありますので紹介しましょうか、何ぬねのうどんさんより、うん、大学生の時はビキニで沖縄の海入ってた、今より15キロ以上痩せてたし、わらっときてますね、やっぱりビキニで普通に海入るんだよ、そうですね、うん、もうやっぱ時代も昔から、うん、昔って言ったら分かんないですけど、神話神話だから、うん、T シャツで海に入るっていう神話ですよもう、うん、まあ、もちろん入ってもいいと思うんですけどね、はい、どっちの良さもありますからね、日焼け防止もありますからね、はい、ということですので、はい、ね、皆様これもね、うん、みんなに明日から自慢してください、はい、ということで以上沖縄自由研究のコーナーでした、はい、ということでじゃあここで曲いきましょうか、いきましょう、はい、曲こちら行きたい、大丈夫ですか、こちら行きたいと思います、 NMB48 で Oh My God、はい、ということで今ラジオ生放送の方でですね、はい、音楽の方 NMB48 の Oh My God が流れています、流れてます、ツイキャス Ustream のサイマルラジオの方ですね、音が流れてませんのでご了承ください、よろしくお願いします、はい、ということでここは少しトークコーナーということですので、そうですね、はい、いいですね、ライアン・テイラーさんから、はい、来てます、ライアン・テイラーさん、時代は変わったね変わってますねすごい、なんか歌とかにありそうだね、時代が変わったねっていうサブタイトル、うん、T シャツで泳がない時代は変わった、時代は変わったねアコースティックギターなんだろうな絶対アコースティックだろ、弾き語りでね、なんだったこのアルペジオだった、アルペジオね、こう手で指の弾き方でトゥントゥントゥンって一個ずつ、え、知らんよそんなの知らないですよそう、やっぱり何々のうどんさんからもありましたけど、はい、全然ビキニで普通に泳ぐんですよ、うん、もうね、うん、だから全然普通ですよ、うん、
う、まあ、そういうのやめましょう、なんか水着ですからね。そうそう、いいですいいです、はい、いやほら、あのなんか本土のテレビとかよく取り上げられるじゃないですか、はいはい、沖縄の人は。そうそう、ほら T シャツで入るのも あります。それもあるけど、うん、全然ビキニでもビキニで泳がないのかみたいなことをみたいな方に行くけど、うん、全然泳ぎますから。だから多分あれじゃない、そのまあ県外の人にさっき聞いてみた感じでは、うん、県外の人はなかなか、うん、その T シャツで入るっていうこと自体が本当に珍しいみたいで、そう、ね、そういうそう海にちょっと、うん、なんか予期せぬ時に友達にちょっと、うん、あのいたずらで落とされたりとかして入ったりとかするぐらいで、不意、うんはいはい、に入るぐらいで、うんね、意図して T シャツを着て入ることはないということですのでね、って言ってましたのでね、はい、ということで、はい、本当に時代は変わったと思います、うん、はい、ということで、はい、いろいろコメントの方も待ってますのでよろしくお願いいたします。お願いします。これもしかして今日メール来てないんじゃない、今日メールは今日はメール無ですね無メールの日です。いやいいです、3週目にして無メールです、ね、いやいやこんなもんです、はい、いろいろ告知して、ね、閲覧も6ということで、あいいと思いますよもうなんならもうこの俺なんか合わせて、はいはい、であのあの、スタッフの山崎さんも合わせて、うん、こっちも開いてる、こっちも開いてる、あっちも1個開いてるんで3は減りますよなるほど、こっちの FM ギノワの本局の方で、うん、一応3つはもう開いてるみたいですなるほど、実質3、4名ぐらいしか見てないらしいです。ということは今、うん、ライアン・テイラーさんと、うん、ノードさんと、なんならもうこれ、ちょっとそうです、ね、読み方を教えてほしいんですけど QOUOPY 僕なんか僕ね QOUOPI さん学の低さが出ますねなんなのこれコーピーさんでいいかなすいません、コーピーさんと呼ばせていただきます。猫のアイコンの、うん、もうこの、はい、お三方だけ今ご覧になっているということですので、じゃあ、まあ、ラジオも聞いてる方いますと思、はい、いると思いますけどね、うん、まあまあいいですよ、みんなで楽しくやっていきましょう。僕の友達も一応今ラジオ聞いてるよ。ああそうなんだ、はい、そうなんだ、あの LINE で送ってくれたのでなるほど、じゃあみんなで楽しくやっていきましょう、はい、もうなんかさ、あのちょっとしたメールテーマでもいいのでよろしくお願いいたしますね、うん、あ、これ今ラジオ、あれか、本曲は流れてないのか。そうですよね、そっかそっか、開けてツイキャスの方々に少しメールアドレスもう一回紹介しましょうか。はい、はい、さあ大丈夫ですかね。じゃあ、曲明けは CM。 はい、今日は僕たちですね、もうあの営業の方も行ってきまして、そうですね、お仕事もありまして、はい、お仕事もしてきて、うん、いつもお仕事ないいつもないでしょないですけど、はい、どっちの方行ったんですか。今日はあのメイクマンさんの方、メイクマンさん、はい、あのなんか親子ふれあい手作り広場、手作り教室のね、うん、MC 司会をやってきました、はい、だから閲覧数増えた、ほら2名増えた、2名の新たな仲間が僕たちの元へ。いいですか、はい、ハイサイさん、ハイサイさん赤字です、赤字です。何が赤字ですか、怖い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 、何が赤字、普通にハイサイさんの訴えかな、赤字ですっていういや、どうにかなりますか、その場合は大丈夫ですよ、はい、いや、ありがたいですね、すごい、こうリアルタイムで反応が見れるのもいいですね。いいですね、うん、さあ、今 CM 中ですので、もう少しで、ラジオ、あ、CM 開けますのでしばらくお待ちください。ちょっと自分の声が入ってないみたいな。あ、これ今入ってない、今入ってない、あ、今入ってない、はい、いや CM 流してるんで今こっち、あのツイキャスだけです。あ、うん、さっき、あ、そうそう、オープニングからちょっと入って、あ、もしかしたらあれですね、音量、あ、違います、こっちからやってんで、あ、そのこっちだと CM が、あ、聞こえないです。後で気をつけくれます。はい、ということで、FM ギノワン FEC 中道木曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ生放送でお送りしておりますよ。はい、はい、ということで、はい、ツイキャスの方もね、ぜひとも反応よろしくお願いいたします。お願いします、はい、これはこれどんな、これでいいのかな。
はい、大丈夫でしたかね。ツイキャスの方もね、すいません、僕なんか触りながらですので、はい、慣れない操作ですけれども、すいません、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ツイキャス、メールの方もお待ちしておりますよ。うん、メールアドレス、あと1回だけ紹介していいですか？はい、お願いします。メールアドレスがですね、797@fmgino1.com、797@fmgino1.com となっております。はい、もうなんか一言でもいいのですのでね、うん、なんかもうなんか、お団子とか本当に何でもいいので、はい、うん、お待ちしております。よろしくお願いします。僕なんかお団子って読みますのでそしたらお願いします、はい、先ほどまでツイキャスご覧になってた皆さん、うん、一回ちょっとツイキャスねちょっと消えちゃったんですけども、はい、またつなぎ直して FM ギノワンの方で、見れますのでよろしくお願いします。はい、それでは、うん、いきましょう。後半戦このコーナーに行きましょう。自分で解決お悩み自分相談。さあ、こちら2つ目のコーナー始まりましたけれども、このコーナーはですね、事前に自分たちで、架空の人物の架空のお悩みを決めて、それを自分たちなりに解決していこうというコーナーになります。つまり僕たちの遊びに付き合ってくださいねというコーナーになっておりますけれども、はい、今日もですね、お悩みを解決してくれる、先生の方が来てくれてますので、まず先生の紹介をしたいと思います。それでは先生お願いします。はい、私がオリンピックの五輪の輪で輪投げをしようの会保存会会長、楽しい妄想でございます。はい、オリンピックの、はい、五輪の輪で輪投げをする。はい、そうですね。これは結構オリンピックのこの五輪の輪っていろんなメッセージ込められてると思うんですけど、はい、こんな大丈夫ですかね。あ、このいろんなメッセージを込めた中でやっぱり輪投げをする、はい、やっぱそのメッセージ性を、まあ、この遊びを通して皆様に伝えていく、そういう会の保存会会長をさせていただいてます、うん、楽しい妄想と申します。よろしくお願いいたします。なるほど、楽しい妄想さん、はい、はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。妄想の妄は毛が増えるって書いて妄想でございますので、別に聞いてないんですけどね、こちらは。そうでございますか、はい、すいません、はい、じゃあ楽しもうぞうさん、はい、早速、お悩みの方来てますので、はい、読ませていただきます。お悩み、はい、はい、ラジオネーム2回目のお使いさんからです。ありがとうございます。はい、僕は足が遅いのが悩みです、うん、年に一度体力測定では僕だけ段違いに遅いです、うん、足が速くなりたいとは思いませんが、せめて普通ぐらいにはなりたいと思ってます。希望としては来年中学生になるので、その時までにはどうにかこうにか仕上げていきたいです。どうすればいいでしょうかということです。はい、はい、なるほどですね。はい、まあ僕はですね、やっぱりこの輪投げなど、うん、やっぱりこういろいろこうね、体の仕組みについて、はい、いろいろこう調べてきた身でありますから、はいはい、こういったお悩みはもうお手のものですね。いや、輪投げについてと体の仕組み全然関係ないですけどね、はい、やっぱり輪投げというのはですね、はい、やっぱりその野球と同じで、やっぱり投げる、打つ、はい、走る、打つはしないでしょ走りもしないでしょ、3つを兼ね備えてないとやっぱりできない競技ですので。なるほど。やっぱり体のね作りについて、はい、いろいろ調べてきて、こう悩みを解決してきた、はい、私にはもううってつけのお悩みだと思います、はい、できるということで、じゃあ早速、はい、そうですね、解決方法の方を教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。ですね、まあこれ2回目のお疲れさんですね、はい、来年中学生になるということですので、はいはい、まあ、今年小学6年生になるということですかね、はい、じゃ小学6年生というのはですね、成長、6年生の発音がうっとうしいな、6年生って言わないでいいでしょう。6年生ですね6年なんでそんななんか微妙なイントネーションつけてくるんですか。いや、 5年生の5のインパクトに負けないようにですね。なるほど、6年生でちゃう、6年生でちゃう、6はまた、はい、もういいですよ、もうちっちゃいうに、もういいですよ、進めてください、いいですか、進めてください。6年生やっぱり成長期になるのでね、はい、こう体をこう作っていくのにとてもいい時期となっておりますね。なるほど、はい、でこのお悩みなんですけども、やっぱ足が速くなりたいということですので、やっぱり下半身を強くしていかないといけないと思うのですね、はいはい、やっぱまあいわゆるこう足のバネですね、バネ、よく言われるバネ、足こう地面を蹴るバネを強くしていこうということで、はい、はい、ということなんですけども、やっぱり、いかんせんこう、ね、筋トレをしてしまうとやっぱり少し時間がかかってしまうの で、はい、でやっぱりこの成長期ですので、体に負担をかけるのも、はいはい、まあ、どうなのかなというのもありまして、はい、簡単にこうバネを強くする方法をここでご紹介させていただきたいと思いますね。そんな方法があるんですね、はい、まず一つはですね、皆様のご家庭にありますシャープペンですね、シャープペン、はい、シャープペン、あとボールペンなど、うん、こう結構たくさん余ってるっていう方ありますよね、はいはい、こうインクが出なくなって余っちゃってるとか、もう芯が出なくなって使えないシャーペンなどが余ってると思うんですけども、はいはい、まあ、これがですね、うん、余ってると思うんですけど、これを分解してですね、はい、
こう中にある小さいバネがありますね。はい、バネ、はいはい、これバネをですねこう、はい、多分皆さんも家にあると思うんですけど、この小さいバネを、1200個ぐらい集めて、1200個、はい、集めていただいて、多分家にボールペン使えなくなったボールペン1200個はないと思うんですけどね。あ、ないんですか。ないですね、おそらくというか、僕なんか小さい頃よくありましたけどねちょっと特殊なご家庭だったかもしれないですね。月に母親が7000本ぐらい買ってきましたけどね、お勉強するボールペンをですか。ボールペンしっかり、シャープペンしっかりですけども、すごい資源の無駄遣いだと思いますけど。あ、いやでもこのくらいこのバネをですね、はい、だからその足中にですね、はいはい、こう足の付け根からつま先までですね、はいはい、こうバネをこう足中にセロハンテープでペタ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 貼っていくわけですね。貼っていきます、はいはい、それで OK ですね。それで OK。 ちょっと待ってください、この、はい、足のバネをこうボールペンのバネで代用するってことですか。バネをつけることによってこう弾性ですね、いわゆるこの弾力性でこうスピードがアポをするということで。いやちょっとそれは無理じゃないですかね。あ、いやでもこれこう、はい、なんかちょっと特殊なすね毛みたいになりますね、これすごい金属の特殊なすね毛みたいにならないですか。まあ、そう見える。あいつすね毛すごい鋭いなみたいなくるくるしてるな、はい、みたいな。あ、そう見られる場合もあると思いますが、しかもこれ600、はい、600つけてるんで片足に、はい、そうですね、すごい重くなると思うんですよ。あ、そうですか。その重く、逆に走りにくく、例えばこう、はい、重くなった状態でこう走る練習をこうやっぱり2ヶ月、うん、3ヶ月続けることによってですね、はいはい、結構続けますね、はい、これも邪魔やさってこうジャブさがいするわけですね邪魔だなってなってはい、はい、いずれかね、はい、で外していざ走った時にこうものすごいスピードで走れるようになってますね。いやそれだったら、はい、それの効果を使うんだったら普通の重りでいいじゃないですか、はい、いやいやこれはやっぱりバネを鍛えるということですから、こうバネを直接張って、はい、こうもう言葉通りこうストレートにやった物事をやった方がいいですね。バネを強くするならバネを身につける。あー、なるほど。じゃあ、はい、そのバネをつけることによって、はい、体のバネをより意識するっていう形ですかね、はい、存じ上げておりますね、はい、森光くんさすがでございますそういうことですね、はいはい。まあ、別の方法もありまして、それが大変という方は各足のパーツをですね、はい、補助してもらう。補助、はい、いろんな肩とかね、いろんなものに補助してもらうということなんですけども、はいはい、まずふくらはぎですね。ふくらはぎ、はい、これはヒラメ筋とも言われましてので、はい、言われますね、はい、なのでヒラメ筋をですね、ヒラメさんにお願いしていただきますね。ヒラメさん、ヒラメさんっていうの、左ヒラメに右カレーのヒラメですね。お魚のヒラメ、お魚のヒラメってことですか、はい、ダジャレですかこれ。いや、そういうことではありません。ダジャレですよね、ヒラメ筋を補助してもらうためにヒラメを貼りますね。これはヒラメ筋の補助になるんですか。はい、セロハンテープで貼りますよ。そうなんですけど、はい、こうね、筋肉とやっぱその魚っていうのはあまり関係がないじゃないですか。釣りたての魚をヒラメに、はい、ヒラメ筋に貼ることによって、はい、こうひんやりしてこうひんやり気持ち爽快感が増してこうスピードがアップするということですね。これひんやりさせるだけだったら冷えピタでも何でも大丈夫だと思うんですけど、はい、やっぱりこれもさっきと一緒でこうヒラメ筋を鍛えるならヒラメ、ヒラメ、じゃあその、言霊みたいなものがあるんですかね。そうですね、はい、ただこれヒラメ筋はですね、はいはい、これ左足にしか貼れません、うんうん、はい、これ右足にヒラメ貼ってしまったらですね、はいはい、こうヒラメが裏返しになってしまいますので。あ、なるほど、はい、なので左はヒラメで、うん、右はカレーを貼りましょう、うん、関係ないやし、これも言霊どうしたんですか。ヒラメっていう言葉になんか特別なものがあるんじゃないんですか。いや、ヒラメとカレーを貼ることによってこう体のバランスが整うわけですね。でもカレーってまたその名前も違いますし全く関係ないですよね。でもちなみにですよ、はい、ヒラメとカレーを使い終わった後、はい、ちゃんとカレーの煮付けだったりヒラメの刺身にして、はいはい、体力もアップで、なのでアフターケアもバッチリということで。いやだな、はい、ちょっと自分の足に貼り付けたヒラメとカレー料理して食べたくないですねなるべく。あれです、運動した熱でこう、はい、若干半生状態になってますので余計嫌じゃないですか。なお微味、はい、となっておりますね。汗で塩味も効いてるみたいな、はい、まあ、最悪ですよ、はい、最悪ご家庭にヒラメもカレーもなければ、はい、マグロで代用も OK ですので。いやいや、マグロはもっと関係、もう形も全くザ魚みたいな形してますけど回遊魚なんでずっと泳いでる魚なんでいや、そうかもしれないですけどそれに頼った方が最悪いいですね。もうちょっとこれもうよくわからないですね、はい、ちょっとわかりました。最終的にですよ、はい、最終的に最終的にどうしたらいいかっていうのはですね、はい、最終的にはですね、よく食べて、はい、よく眠って、はいはい、元気に遊ぶ、はい、これにつきますね。これが最終的なこれにつきます。はい、じゃあもうさっきのやつはもうあまり関係ないと考えていいんですか。これはこれができなかった場合、はい、この案もありますよっていうことで挙げてますので。なるほど。最終的にもうなんかそれも全部できねえやってなって最終的によく食べて、はい、よく寝て元気に遊ぶ、はい、これが足を速くする一番のポイントとなっております
はい、はい、ということで、はい、じゃあこちらでお悩み解決ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。いや今日もね、はい、スパッと解決させていただいて、スパッとは解決してるかどうか分かりませんが、また妄想のね生きがいになっていきますので、はい、それでは、はい、妄想先生今日ありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでください。よろしくお願いいたします、はい、します。それでは、これにて終了です。このコーナー自分で解決お悩み相談でした。はい、続いて曲の方行っていきましょう。曲の方大丈夫ですかね。はい、もうちょい待ってということで、はい、いやお悩み相談自分で解決どうですかタイガさん。あ、はい、あ、今ちょっと意識を失ってたということで、あ、いや、あの楽しい妄想さんっていう、今トイレに行って、あ、トイレに行ってたんですか。あの熱ってなってます髪がね、先ほどと同じ失敗をしてました、うん、いや楽しい妄想さんね来てたみたいですので、はい、あ、いや、もうよかったんじゃないですかね。よかったですね、はい、曲の準備できたということですので、はい、じゃあ曲紹介森光お願いします、はい、ペスフロームリップスライムで女神のキスです。ラジオの方では曲が流れていますね。はい、はい、ツイキャス、ユーストリームご覧の皆様、少々お待ちください。はい、ということで、反応ありますので少し紹介しましょうか。はい、ヘッドホンをつけ直して。大丈夫？はい、ちょっとカメラ前をヘッドホンが横切りましたが、はい、結構コメント来てますよ。あ、ハイサイさんが、ハイサイって通じ来てますね。ありがとうございます。はい、ハイサイさんかハイサイ、ちょっと面白いよな狙ってるのか狙ってないのかわからないですけど、あ、いいですね、ありがとうございます、はい、引き続きご覧になってください、あ、こちら黒紫さんか、はい、こんばんは、はい、ありがとうございます。わ、すごい、閲覧数がついに10人に増えました、はい、2桁になりました。やった、ありがとうございます。さっきまでね、はい、3人ぐらいしか見てなかった。このうち3つはでもこっちで使った。今じゃ実質7人、はい、あの知ってはいけない事実を知ってしまいました、はい、いや、いいと思います。知らない方が良かったんじゃないか。いや、いいです。他の、 あの番組のメンバーには言わないでおきましょうか、はい、言って聞いてるんでしょうけどねということで、はい、コメント来てますね。何ぬねのおどんさん、はい、何ぬねのおどんさん、お悩み相談中にまぶたを蚊に刺されました。どのタイミングでか、しかもまぶたですか。まぶた、相当まぶた閉じてたんじゃないですか。閉じてた、ね、寝ようとしてましたね、ノートさん。俺たちのラジオ聞きながらちょっと目つぶってて、うん、やっぱね、僕たちのラジオがこうすごい、あの優雅な、うん、あのね、優雅なのかな、大自然と一緒ね、あ、すごいリラクゼーション効果があるんでしょうね。なんか揺らぎね、揺らぎが F 分の1の揺らぎですね、うん、はい、ミスラヒバリのみのミスラヒバリバリのまぶたを刺すカーモで、カーモカーですね。どっから血吸ってるか、ね、薄いなって思わんかったのかな。こっちちょっと皮膚薄いなってなると思うんだけどな。確かにね、毛細血管しかなさそうだもんね。血吸えるかなってならなかったのかな。まあまあいいと思います。カーモね、カーソルソルなので、はい、はい、ということで、はい、もうそろそろ、最終のコーナー、最後のコーナーになりますので、うん、はい、コメントも随時お待ちしておりますよ。なんかしょうもないコメントでもいいですよ。ね、元気とか。そうね。うん、そう、なんか他の番組は、はい、他の時間帯の番組ね、はい、他の若手の番組は、こう意外となんかツイキャスのなんか、うん、反応、はい、反応あって、なんかそれを紹介していくとかあるんですけど、はいはい、僕なんかコーナーがいかんせんこうそういうコーナーがないので、そうですね。自分たちが勝手にやっちゃってますから、ね。勝手にやっちゃってますので、ツイキャスご覧になっている皆さんもこう、うん、勝手にこうバンバン上げてっていいので、なんかこんな手表をこっちにメモしておきますとかでも全然いいので。そうそう。お悩み相談とかね。はい。あ、そうそう、なんか、まあ、お悩み相談なんか。こんなだろうとか。うん、そうそう。これはないだろうとか。はい、毎回むちゃくちゃだとか、なんか、いろいろちゃんとやれとか。文句しかないよし。いや、もう文句も受けたまわりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい。はい、次のコーナーがちょっとドキドキなんですよね。まあでも意外と楽しいですからね。意外次のコーナーはもう即興でやるということで、うん、そうですよ、毎回即興になってますので、はいはい、そうすべきですね、いいですね、はいはい、こんな感じですか、はい、こんな感じですか、はい、まぶた蚊に刺された濃度さん大丈夫ですかね。これさ、蚊に刺されてまぶたが刺されたらさ、うん、どうなるの、なんか、書くのにもちゃんと書けないし、はい、なんか薬塗ろうにもちょっと目の中に入ったら怖いしっていうのもあるよね。確かに。
どんなしてるんだろう、ノードさん。どんなしてるの。ちょっと気合いじゃない、気合え、一応気合で乗り越える感じはするけどね、なんかね。ノードさんに失礼だろ、それ。なんか、ノードさんの気合で乗り越えるだろうみたいな。なんか、ノードさんがその、痛みを耐え、分かる分かる。すら、なんか、その、うん、分かるよ、なんか。楽しむみたいな。そんなイメージもずっと書いてます、ノードさんから。ずっと書いてますね。はい、まあ、書きすぎるのも、僕が言うのもなんですけど、書きすぎるのもあんまり良くないので。はい、確かに。黒紫さんから、キンキンピラピラお星様ラジオ、略してキンピラジオでいい？そうです、いいですよ、はい、どんな読み方でも大丈夫です。いや、はい、金星ラジオとかがいいな。せっかくだからね、星をちょっとちょっとダサいくらいか。まあ、キンピラジオでもいいんですけど、ね、はい、ということですね、いいね、はい、いいですよ、はい、ちなみにラジオの G はあのチーニテンテンです、ね、チーニテンテンらしいです。僕はあの告知の際、チーニテンテンで出してるんで、ちょっと後で直しておきましょう。どっちでもいいので、はい、お好きな方で。あと20秒です。はい、ということで、もうしばらくしたら、そろそろ、曲開けますので、はい、しばらくお待ちください。はい、ということでお送りしております、はい、FM ギノワン FEC チューンド金ピラ木曜日金ピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオですね。はい、そろそろもうあの最終コーナー近づいているということですので、うん、はい、このコーナー行きましょう。行きましょう。物語ディレイ。はい、ということで始まりました、はい、このコーナーはですね、タイトルだけを頼りに即興で物語を作っていくコーナーです、うん、はい、僕と森光でですね、3往復の間に物語を終わらせていきます。そうです、はい、で今回はどんな物語が生まれるのかということで、はい、もうこっちは即興でね、物語作っていくので、うん、はい、あのはちゃめちゃラジオはちゃめちゃになってますので、はちゃ組すごい率直だね、毎回ね。そうだよ、言葉に素直ですね。そうそうそう、はちゃ組は関係、はちゃ組美味しいんだよね。あ、久しぶりに食べたら。あ、そうだね。あ、子供の頃なんか、うん、あんな僕はあんまりだったっけ。あ、そうなんですね。僕ね、幼稚園とか通ってる時に、うん、おやつの時間で、はいはい、今日やつだよって言って、なんかなって思ったら、こういうなんか用語ね、うんうん、飲み物の用語と、うん、はちゃ組みたいな、うん、はちゃ組めっちゃ膨らますやし、お前はちゃ組はちゃ組の話めっちゃ膨らますやつ。テンション上げていった割にはちゃ組っていう、うん、いや美味しいでしょ、はちゃ組だって、こう来て、うん、先生がえ、もういいよはちゃ組はということで、はい、はい、コーナー物語リレーの方行っていきましょうか、うん、今回の物語のタイトルは、はい、レンタカーを借りた王様ということで、はい、こちらあのもうタイトルだけを頼りに2人で、うん、ね、往復して物語進めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今回は森光スタート、あ、俺スタートか、はい、僕スタートで森光終わりになってますので、はい、それでは行きましょう。レンタカーを借りた王様。昔王様がいました。王様は少し遠出がしたかったのでレンタカーを借りようと思いました。あ、でも待って、レンタカーって何の略と思った王様は辞書でレンタカーの語源を調べました。するとレントアカー、車を一つ借りるということだと知って、なんかちょっと自分のイメージとしっくりこないなと思って借りるのをやめました。しかし王様は、外に出かけようと思ったんですが、運転手といつも運転をしてくれる運転手と好きな野球チームの違いで、ものすごい喧嘩をしていました。なので運転手に、送ってよというのはちょっと嫌だなと思い、はい、まあ、渋々レンタカー屋さんに行き、マツダのデミオを借りました。車種いいだろ別に何でも。マツダのデミオを借りた王様は、それじゃあ自分で運転して遠出に行こう、早速自分のマツダのデミオをエンジンかけて走らせましたが、このマツダのデミオ、なんとタイヤが四角で進むたびにドン、あ、ドン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 となって、王様はそのドン、ドンに合わせてラップを歌いました。ドン、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 俺は王様、髪の毛の多さが人の3倍ハゲちゃってバイバイ、私の願い髪の毛増毛、楽しい
もぞ神のぞもう、イエー、王様はこのラップで国を統一させました。国を統一させた、このラップで改めて国を、改めてね、ちょっと民衆がちょっと反応してしまったんですよね。そうそうそう、はい、そんな王様は、勢いよとラップを歌っていましたが、レンタカーの後ろにはあの外国人が乗っていますシールが貼られていました。しかも王様は、ずっと運転手さんがついていたので、ものすごいペーパードライバーで、すごく心配をしながら、運転をしました。心配していた王様に民衆は、王様大丈夫です、王様の運転ならきっと安全運転ができます、安心してください、あと髪の毛の増毛も応援してますと言って、民衆たちは王様に昆布やもずくなどを貢ぎました。はい、王様はその貢がれた昆布やもずくなどを持って、靴屋さんに行き、ピッカピカのナイキのシューズをこれで買わせてくれないかと言いました。そして王様が急に来たもんですから、その靴屋さんもいいですよと言って売ってあげたんですけども、はい、その売った時に王様が言った一言がとても衝撃だったそうです。その一言とは、釣りはいらねえぜでした。とさ、はい、はい、ということでレンタカーを借りた王様でしたけれども、はい、はい、ちょっとあの今回こう話として成立してるのかっていうと、ストーリーが2つ、まあ、でもそうですね、最後うまいことね収めてくれたのでありがたかったんですけども、まあ、このコーナーね、僕たち、うん、あの事前にちょっと、まあ、あのお互いね、うん、ちょっとこういう感じのお話で進めたいなみたいのを考えてきてはいるんですね、うんうん、それを、うん、まあ、無理やり打ち合わせしないで、あのリレー方式でつなげてっていうコーナーですね、はい、っていうコーナーなので、いや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 、僕は意外と良かったですよ。あ、でもね、良かったですね、まあ、最後はその、はい、今日初めてですよ僕、あの用意したもの全部言いました。わー、いいじゃないですか、全部無理やり詰め込みました。まあ結局そうでしょ、結局そうですよ、ね、あ、でもみんな結構反応いいですよ、反応いいですね、はい、いっぱい来てますよ、見ましょうか、はい、黒紫さんより、王様外国人、わらわらわら後ろに外国人が乗ってますってね、はい、こうステッカーが貼られてて、愛知県のユーミンさんですね、はい、国際免許証持ってるのかな持ってるんでしょうね、外国人だからね、はい、はい、何のお父さん、いいんかい、いいんかい、釣りですね、釣りはいらねえぜっていう、いやいや昆布で払ってるだろうっていう、ね、また国際免許証もさ、うん、あの王様が免許を自分で取りに行ったっていうのもちょっと面白いよ、うん、王様来たみたいな共感も持ったでしょうね、公安とか言ったんでしょうね、うん、王様だよっていう、ね、認め印とか持ちながらすごいですね、認めも何もですよ、住民票もね、はい、ということですので、はいはい、あと黒紫さんまたメッセージ来てますね、はい、あ、いやこれ絵本で読みたいと、おあ、これなんか最終的に絵本にしてみてもいいかもしれないね、うんうん、そうですね、ちょっとはちゃめちゃだけどね、はちゃめちゃきんぴらごぼうの物語リレー、はい、そうですね、はい、はい、文庫本なんかにして文庫本にすんの、欲しい方にプレゼントみたいなね、はい、ということで、はいはい、またコメントもお待ちしております、一回じゃあコーナー閉めましょうか、一応ね、はい、ということで以上物語リレーのコーナーでした。はい、ということでもうそろそろエンディング近づいてきていますよ、うん、はい、お、なんかありがたいことにメールが来てるみたいですので、ーメール紹介しましょうか、ありがとうございます、ありがたいですね、はい、それではいきましょう、ラジオネーム何のねのうどんさんよりいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、何のねのうどんです、明日で学校も一学期が終わります、長いようで短くなんとなく寂しいですと、はい、最近 LINE でハートの絵文字を使うと突っ込まれ、ハートを使わないと使わないで突っ込まれ、ハートを使う日は好きな人に LINE した日という噂が生徒たちに流れて困っていますそんなノードンは一昨日から2人しかメンバーのいない斬新なグループ LINE を始めました、ではではといや、これ2人しかいなかった普通の子の普通の LINE でしょうね斬新だな、確かに誰もやらないで多分この2人しかメンバーいや面白いですね、ノードンさん、ね、いやこれハートはさ、はい、うん、あ、やっぱりこうちょっと長話すの長くなりそうだからいやハート別に使うのは全然いいと思います、あ、いいと思います、はい、好きな人だろうか、うん、好きでない人だろうかね、はいはい、これあのちゃんと、うん、のどさんこれあのせあのかな、なんか怒られて、なんかこう生徒さん学校、まあ、突っ込まれっていうかね、学校の先生 、うん、やってるんですかね、のどさん、はい、これ生徒さんたちに、うん、あ、明日で終わるのか学校が、
よね。明日で1学期が終わる、はいはい、ということ。明日までじゃあ学校あるということですので、うん、ご生徒さんたちに別にハートは別に好き嫌い関係なくて怒っていいもんだからと。ハートはみんないつでも使っていいやつだからっていうね。いや別に生徒さんもそこまで深く考えてないと思う。いや俺だってほら好きな人に LINE をした日という噂が流れてるから、いやそうみんな好きだよとね、うん、ね先生はみんなが好きだと。ああなるほど。武田鉄矢ばりに。じゃあでしょ、これは、うん、あのその生徒に、うん、あのハートを使ってる日は、うん、あの能動さんが別に好きな人がいてその人に LINE をした日っていう噂が生徒に流れてるっていう。あなるほどね、うん、そうそう、あそういうことか。だから今日は能動さんが機嫌がいいから、うん、こいつハート使ってあがるぜみたいな噂が生徒の中で流れてるっていう。いいじゃないか、じゃあ言ってください、能動さん。いいじゃないかと。じゃないか。私も一人の人間だと。みんなハートは使うわ。使わせとね、うん、言ってください、はい。いや、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。ギリギリでしたけど。メール嬉しいですね。ありがたいですね。うん、ツイキャスの方も反応ありますよ。はい。大河君の T シャツかわいい。はい、黒紫さん。ありがとうございます。はい、スヌーピーですね。うん、なんかピーナッツだったっけ、なんかわかんないですけど、はい、なんか、ユニクロで買いました。はい、ということでもうそろそろエンディング近づいてると来てるというのです、はい、ことですので少し告知だけしましょうか。はい、はい、ですね、僕なんか事務所で、これお笑いのライブ、うん、お笑いのライブ、こうなんていうのこれ、フレッシュお笑い選手権大会という、そうそう、第23回、はいはい、フレッシュお笑い選手権大会、これアマチュアの人がね参加できる、はいはい、大会、お笑いの大会がありまして、対象賞金が10万円10万。はい、こちらの応募締め切りが、うん、今月7月の26日火曜日の18時、はい、夕方の6時必着になってますので、はい、こちら応募方法はですね、はい、FEC のホームページ FEC お笑いで検索して、そちらの応募フォームの方から応募よろしくお願いいたします。お願いします。どしどしご応募待ってます。10万円ね、うん、10万円だから、優勝者10万円だから、はい、ぜひとも皆様参加してもらいたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、ということでお送りしてきました FEC チューンド木曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。明日は、はい、誰です、明日は火曜日ですので KY デンジャラスが、火曜日じゃない金曜日、あ金曜、すいません金曜日ですので、なんでかな、金曜日ですので明日は KY デンジャラスがこの時間帯担当いたしますので、はい、そちらも聞いてください、よろしくお願いします。お願いします。ということで、FEC チューンド木曜日、うん、なんだっけ、キンピラごぼうのキンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、はい、はい、なんて言うんだ、来週も来週も聞いてくれないと、キンキンピラピラ星に変わってお仕置きよ。はい、こちらツイキャスの方には、はい、ありがとうございます、ね、うん、ということで最後なんていうか全然手元に見覚えしたメモが全然なくてか、なんていうんだったっけ、資料が多いからね、資料がなんかバラバラになってましたけど、申し訳ございません、はい、ということで、ありがとうございます、はい、ツイキャスご覧になっている方はもうしばらく、あの放送やりますので、はい、はい、ということで生放送、ありがとうございました。ユミさんお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。バンさんダサって来てますけど。いやそんな、みんなそんな、結局ダサいよ、みんな。そんなもんですよ、うん、はい、ありがとうございます。黒紫さん、紫さんお疲れ様です、ありがとうございます。何々のどんさん、はい、お疲れ様デフデフ、いいですね、うん、なんか国語の先生みたいですね、なんか古文みたいなね、蝶々、うん、デフデフって書くみたいな、蝶々デフデフって書くの、蝶々、あの、あ、古文、あ、なるほどね、古典ではデフデフって書いて蝶々って読むから、お疲れ様ジョーみたいな。超超趣深いですね。趣深いですね、はい、どんさん、はい、黒紫さん締め可愛、はい、い、うん、そうですね、僕なんか可愛いんすよね。結局可愛いんすよね、なんかね、うん、一番最初の、うん、一番最初、あ、もうこれ聞いてる人だけ、あのツイキャス見てる人だけですけど、はいはい、一番最初のですね、沖縄の大会、終わりそうだよ、大丈夫、あ、もうすぐ終わる、うん、あ、こっちは大丈夫、こっちは大丈夫、大丈夫、そうそう、一番最初の、うん、あの沖縄の笑いで O1 グランプリという大会があって、はいはい、でそのなんか僕なんか事務所に所属しないときに、うん、それをおいあだったっけ、そうそう、おまだ所属してないときにこう、うん、オーディションに行ったらこう審査員の人に、はいはい、君たちはキャッチーだねみたいな、そうそうそう。